chicken. I grew up a fucking screw up. Got introduced to the game, got an ounce and fucking blew up. Chopping rocks overnight. The nigga Biggie Smalls trying to turn into the black Frank White. 全機種対応、完全自動で無限にお金と RP の稼ぎ方、初心者講座です。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、トバテラです。今回は放置ジョブというものを初心者さん向けにね、解説します。まず、放置ジョブやるときは、大体がね、自由照準。そして、フレンド限定セッションでやるといいですね。では、放置ジョブというのは、ジョブがね、いくつもつながったものを、ホストという人がね、開催するんですけど、そこに参加するというやり方になります。現在コミュニティがねなかなか機能しないというわけで、今回はフレンドさんとやるという方法になるので、コメント欄などでねフレンドさんを探すといいかもしれません。ホストはね必ずオンライン表示にしてください。そしてホストするために必要なこと、これから、説明します。まずフレンド限定セッションに移動したら、これからパッシブモードというのを有効にしてください。そして外には戦闘車両などは出していない状態、例えばファギオとか普通のバイクとかそういうものをね出しておいた方がいいですね。これはパッシブモードを有効にする理由なんですけれども、放置ジョブというのは稀にねエラーとかして公開セッションに飛ばされてしまう場合があります。そうなった時にパッシブモードを有効にしていなくて、コントローラーの固定などをしているとずっとキャラクターがずっと歩き続けます。なので、外から見ると、要するに他のねセッションの中にいる他の人から見たらずっと歩いてる人がいるので、やられたりしてしまうという危険性があるということです。そしてホストは必ずここからねプレイリストっていうのを開始してください。そしてブックマークしたプレイリストから必ずね今回のカジノ PPTR というね、プレイリスト、放置ジョブが16個つながったものを開始します。これのダウンロード方法、要するにゲーム追加方法は後ほど紹介するのでよく確認してください。左上画面はフレンドさんです。ホストする人は放置ジョブのプレイリストを開始します。そして左上のフレンドさんとかは、例えば自分でどこかオンラインの招待限定セッションなどにいて、パッシブモードを有効にした状態でその人のセッションなどに参加してください。放置ジョブを開催するタイミングによってはロビーに入ることができます。ロビーに入れるんであればね、入る寸前にパッシブモードを有効にすれば OK です。そして途中参加の場合、後半でもね解説ありますけれども、パッシブモードをオンラインの他のセッションにいる状態で有効にしてから直接、ジョブ中のところに観戦に入るようにしてください。では放置ジョブは基本的に今回これ12人ぐらいまでできるんですけど、2人、ね、揃った時点で開始しちゃって OK です。そしてこれは人数が多くなれば多くなるほど報酬が増えるというわけではないので、基本的に2人でも同じなので、どんどんね集まった時点で開催するといいです。では全員共通のコントローラー固定方法です。これはよく見たことあると思うんですけれども、必ず USB ケーブルをね接続するというのがかなり重要となります。そして左のスティック、これは時計の針でいうと12時または12時半方向に固定するというのが、これ決まりとなってます。じゃないとね11時方向とかであるとね、これはね歩くのが途中で止まったりしてしまう場合があり、また逆に1時方向、2時方向なんかにしちゃうと、ちゃんとね、バッグを回収できないとかっていう風になってね、要するにみんなが稼げなくなってしまいます。必ずこのような固定方法をしてください。また、これ小走りになっているのは、カジノ強盗アップデート後、全員このような状態になるので、このスピードのまま、放置してください。バツとかね走るボタンは押さないようにします。これ映像はね早送りとなってます。報酬はね放置ジョブの種類によって違います。また今回のやつはカジノアップデート後、カジノ強盗アップデート後の計算で17時間130万ドルぐらいの、報酬となります。基本一人サバイバルなどは報酬が5分の1くらいとかになるので、自分に合ったものをね選んだ方がいいです。放置ジョブをね一緒にやれる仲間をね常に探しておくと、毎日のように一緒にやれる人がいるかもしれません。まあコミュニティね
放置条文のパパテラ7コミュニティがちゃんと機能していれば、普通にコミュニティが開ければ、結構ね相手は見つけやすいと思います。今現在コミュニティがあんまりねちょっとで開けないということでちょっと不便かもしれません。だいたい5分から6分ぐらいでラウンドが切り替わります。こうすることで自動的にセーブがかかります。なのでラウンドが切り替わった時点で一応ね途中で抜けることも可能です。しかし2人以下になってしまうとその放置ジョブは止まってしまうので、基本的に2人以下になる場合は相手の方にねメッセージを入れてね、どうしても抜けなくちゃいけないときは、すいません、これちょっと放置ジョブね、予定があるので抜けさせてもらいますとか、そういったねメッセージを送ると次につながると思います。では開催中に途中参加する方法です。左上ですね、大きな画面はもう開催していて、そこにね途中参加する場合は必ず外の乗り物がオプレッサーマーク2とかそういったものじゃなくて、普通のファギオとか、ね、武装の車両じゃないものを出しておき、そこからね開催しているホストの人とかに参加をしていきます。そうすると次のような画面が出ます。それはジョブを観戦しますかというね文字となります。この状態でまだこれは入っていない状態なので、必ずこの観戦しますかを丸を押してください。そうするとその放置ジョブを開催している人のセッションに参加をすることができます。次に、ここでね画面がね変わります。要するに観戦中の状態ですね。観戦中の状態というのは多分最低2人以上のねプレイヤーがいるので、その人を観戦している状態になります。そこでコントローラーの固定をここでねもう12時方向とか12時半方向に固定しちゃいます。この状態で固定をしておきます。そうすることでもうね、ここでカチ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 ずーっとなっていて、このままずーっと、次のラウンドになるのを待ってください。まあ、今回のやつねカジノ強盗アップデート後約5分から6分で1ラウンドを切り替わるので、まあだいたい5、6分待っていれば次のラウンドに行った時に入れるというのを、ことになります。またホストがねプレイリストをゲーム追加する方法は、動画の説明欄というところからこのね、PS4 専用のところを押して、そして iPhone であればサファリというのを押します。次に自分のねソーシャルクラブにログインしてあれば、このような画面になるのでゲーム追加というのを押してください。またここログインになっていない場合は自分でね、そのソーシャルクラブの ID とか、または PS4 のね、アカウントの ID とか入れたりしてねリンクさせて、もう一度ね説明欄からアクセスするようにしてください。そうすることでプレイリストに、ブックマークされます。では放置ジョブ初心者講座です。これはテレビの画面は消して OK ですよということになります。また PS4 の本体は消さないと、スタンバイモードダメです。オール電化の家庭だと深夜が電気代がお得となります。そして途中でやめる場合は2人以下にならないように、やむを得ない場合は相手にお断りのメッセージを必ず入れることで、また次にねやってくれる放置ジョブの仲間となる可能性があります。またこのコントローラー固定はね必ず普通にこの小走りの状態だけにしてください。1人だけね×ボタンを連打するとか、バッグを大量にね急いで回収するとかってやると、その人も稼げないし周りの人もみんな稼げなくなります。意味がありません。なので何もせずコントローラー固定するっていうのが一番稼げる方法になります。放置ジョブが失敗してしまう原因がいくつかあります。まあ最初にも言ってますけれども、コントローラーが全員ね固定できているかどうかを確認、また USB 接続をしているかどうか、左スティックは11時ではなく12時または12時半方向、 PS4 の本体設定で自動電源オフになっていないかどうか、また固定後コントローラー固定後にね、PS メニューなどを開かない、またエラーしてしまうね原因などはいくつかあります。寝る前などに放置ジョブを設定して、やっていない時間帯にねうまく稼ぐ、よかったら活用してみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。
ます。